はい、こんにちは、ひかりです。今回は以前購入していたこちらですね。ババーン。はい。一袋100円で売っていた、えー、レンジャーキーセットですね。うん。ホビーオフで購入しました。このホビーオフ結構ね、こういうレンジャーキーとか充電池とかね、なんかゴーストアイコンとかそういう感じのコレクターアイテム的なやつをさ、安く出してくれるんだよ。まとめて。うん。あとはなんか風味とかさ、ジャンク詰め合わせみたいなの結構やってて。 そね、以前もね、エレンジャッキーこういうのあったんだけど、その時はスルーしてて、今回はね、まあ、100円っていうのもあって買いました。はい。まあレッドが多めかなと思うんだけど、だいたいトイプラネットとかでもね、3個で100円とかね、結構あるんだけど、まあこんだけ入って100円ならね、まあ状態がちょっと悪そうなんだけど、ほ、ま、ら、あ、見て剥がれたりしてるけど、まあ見ながら一緒に見ていきましょう。まあね、名前とか間違えちゃうかもしんないけど、まあまあそういうね、あ、あってる間違ってるとかもね、 一緒に楽しんでいただければいいと思います。はい。真のファンはね、あのー、にわかに優しいのが本当のファンですからね。<laughs> とか言っとく。よし。じゃあこれ100円はいいよね。じゃあ一体ずつ見ていきましょう。まずこちら。ババン冒険レッドだ。あ、これ状態いいじゃん。レンジャーキー。レンジャーキーはね、まあ豪快じゃんを見てる限りは、こうやって、こうやってやると、 鍵回せるっていう、鍵っていうか、ま、あの、変身したりして、あの、豪快チェンジし、ん、なんつうんだっけまあ、こういうね、昔の戦隊になるんだけど、これデラックス版と食玩版とかガチャポン版とかと、なんか、もう、違いがわからん。R161 とは書いてある。まあ、冒険レッド、明石チーフですよね。かっこいい。あ、立たないんかな物によっては立つのと思うんだけど、立たないんかなこれって。 あれ、立たないのレンジャーキーって。あ立ちそうまで立たないな。まあ、いいか。次お、こうなってる。バーンあー状態がめっちゃ悪いこれ絶対デラックスじゃないでしょ。なんか、この感じ。あ、ほこりもやばいな。ほこりっていうか、なんか、やばいな、ほりが。はい。えー、まあ、状態悪いのはじゃあ右で、いいのは左にしましょう。これは、えー、ゴーオンシルバーですね。 え、エンジン世帯ゴーンジャーの追加選手の二人のうち一人。ゴーンウィングスの一人だよね、妹の。うん。すごいゴーンジャーは好きなんでね、はい。結構愛着がありますね、うん。ゴーンウィングスはシルバー。まあ、ゴーンゴールドは強いけど、シルバーってそこまで強くないんだよね、実は。えん、なんか、うん。二人とも強そうに感じるけど、シルバーってそこまで強くないってイメージがあります。だって連れ去られたりするからね、結構。これはちょっと状態が悪いゾーンですね。 で、次、あーこれは、ね、ちょっとあんまわかんないんだけど、サンバルカンで合ってるかな赤バルカン <laughs> ごめん、わかんないから適当なこと言っとくわ。こうやってね、はい。これもちょっと状態は良くないけど、まあでもギリ,ギリ大丈夫、遊べるレベルかな。持っててもいいかなってレベル。おこれは、豪快ーより後の戦隊ですね。豪快ーの次の戦隊、ゴーバスターのレッドバスター。これまカ豪快ーの後の、まあ映画かなんかで出たんでしょう。結構ね、 恐竜サーとかも確か出てるもんね。はい。これなん,かメなんかメタリックだね。重い、ちょっと重い。こっちより重い。だからこっちがデラックスとかになるのかな。まあまあまあ。おい、ひどいぞこれ誰メガレットっぽ、あ、メガレットこうじゃなってけど、な、誰だシールもなければ、頭もない。ガチャポンってこの頭だけ別で売ってたのかもしんないな。えっ、ー、と、R、あ、別に、 ああ、あれ持ってくれよかった。豪快セルダーじゃなくて、なんだっけ、あの、えー、豪快セルダーがシルバーの変身アイテムだっけ。で、豪快ジャーの変身アイテム、名前なんだっけ、あれ。まあ、持ってるんだけど、あれがあればさ、音鳴らせたね。次の動画っていうか、また別の動画ではそれ持ってこようかな。うん。状態悪終わ首なし。あ、来ました。ガオレンジャーの、ガオイエローでやってるよね。あー、もう見たのすげえ昔だから、もうあんま覚えてないわ。 ガオエロって変身前の顔はちょっと怖いよね。<laughs> ちっちゃい時結構怖い人だなと思ってた。別に悪いやつじゃないんだろうけどね。うん。で、こう。いいね。ガオガオー。ガオガオー。ガオエロウとかね、ガオレンジャーからね、装備がかっこよくなったからね、結構好きですね。ガオレンジャーはね、ロボットのデザインもこの戦隊の、何、ヒーローのスーツもさ、すげえかっこいいよね。結構好きですね、ガオレンジャー。デザインはね、ストーリーも結構好きかもしれない。うん。 ガオシルバーの感じとかも好き。で、次、デカレットですね。評判はいいよね、デカレンジャーってね。僕やっぱ評判がいい戦隊ってあんまハマってなくて、デカレンジャーとか恐竜ジャーとか、あとは真剣ジャーとか、ゴーバスターズもだけど、あんまハマってないんだよね。ゴーバスターズはあんま評判良くないか。わかんないけど、うん。デカレット。うん、次、あ、あれ、あ、これ食玩とかガチャポンとかだな。シールだもん、明らかに。 ハリケンブルーなんだけど、これやっぱ取れるんだろうね、ここ。なんか別パーツだもん、ここの部分。ハリケンブあ、ちゃんとハリケンジャーのロゴだね、これね。よく見かける。ちっちゃい時ね、ハリケンジャーも見てたわ。おもちゃとか結構買ってもらってたもん。だからハリケンジャーぐらいからね、なんかね、あのー、武器だけ別で売ってたよね、なんか、カプセルに入った武器みたいなロゴの。あれを集めるのが大変でしたね。あ、これちょっと状態いいな。 豪快グリーン。ああ、豪快グリーンか、博士ね。博士性格悪いよね、めっちゃ。<laughs> それはね、あんま好きじゃないんだよ、博士は。博士性格悪いんだよ。そう。実は。豪快ジャー。よし。これさ、こんだけあるとさ、あれ欲しくなるよね。あのー、宝箱みたいなのあるんじゃん、豪快ジャーのさ。あレンジャーキー入れとく。あれ欲しくなるよね。次ガオレット。いいね。 ガオレットいいやつだよね、なんかね。ま、あ、金子のボルさんがやってたイケメンレッドですよね。ま、あ、タイムレンジャーぐらいからレッドがイケメンになってきてよね。555とかってさ、レッドイケメンじゃないじゃん。イケメンキャラじゃないじゃん、あの人。まとい兄さんは <laughs>。で、メガレットとかさ、レッドレーサーとかもあんまイケメンではないじゃん。ま、あでも、銀ガレットもイケメンっちゃイケメンだけど、そんなになんかイケメンキャラじゃないよね。イケメンはどっちかっていうとグリーンの流行ってたもんね。あ、これ、ビーストバスターだっけ。 ボコバスターの追加センス。でも、これはデラックスっぽくないんだけど、これデラックスかなあ、デラックスかもしれない。わんなてデラックスとか食顔とかあるのかなジャッキーよくわかあ、やった明らかにさっきとは違う。見て。ほら。さっきのはシールなのに、こっちはプリントですね。はい。ゴーンシルバー。ゴーンシルバー。いいね。ゴーンシルバー好きだけどね、かなり。まあちょっと状態はね、超良いわけじゃないんだけど、まあ ギリ遊べる。あ、やった来た激レッドアンブレイカブルボディ。激レッドですね。はい。体にみなぎる無限の力。アンブレイカブルボディ。激レッドね。いいね。ジャンですね。カイドウジャンだっけカンドウジャンカイドウジャンカンドウジャンだっけうん。激レンジャーはね、すごくちゃんと見た戦隊なんでハマりましたね。おもちゃもさ、激レンジャーはさ、DVD で見てるからさ、もう、 当時さ、何年前か、2、3年前に見てたのかなもうトイプラネットでめっちゃさ、激レンジャーのアイテムが安くなってたからさ。だから見ながら、登場したアイテムをどんどんトイプラで買ってましたね。みんな100円とかで買えてた。あ、来た赤レッドですね。これはどの戦隊とかいうわけじゃなくて、まあ、なんだっけ、コメントで教えてもらったんだよね、ゴモラさんに。いろんな戦隊の思いが結集したとかいうなんか、ちょっと特殊なやつですね。 はい。ま、あ戦隊のヒーローとはちょっと違うんだけど。ま、あどの戦隊に所属するとかはないけど、ま、あ強いて言えば、豪快じゃーか冒険じゃだよね、やっぱり。うん。ま、豪快じゃあの、め、ま、豪快じゃーなんじゃないかなと思うけど。あ、来た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 はい。まとい兄さん来ました。ゴーレット。うん。着想あ、今度、ゴー、あのー、ゴーゴーファイブのね、あれをゴーゴー、ゴーレットね。ゴーゴーファイブのあれ、変身アイテム名前はわかんないけど、持ってるんだよ。ちっちゃい時見てたからさ、あれ、 今度はレビュー動画作ろう。あとね、ゴーレットのね、サイン持ってるんだ、俺。まあ、ゴーレットっ,っても、あの、役者さんのサインじゃないけど、ゴーレットって書いてあるサイン持ってますね。うわ、レッドが続くな。いいね、これ。はい。ゴーレットからのゴー、オンレッドですね、これは。ゴーンレット。うん、そうすけ。エスミそうすけだっけ。江原さんっていうね、役者さんがやってて、結構好きなんですけどね。あ、ちょっと状態悪い。まあでも、まあ、と、まあ、っとくレベルだね。遊べるレベル。 ゴーンジャーは大好き。あれこれはさっきのサンバルカンのやつだね。たださっきのとはちょっと状態が違うっていうか、あれちょっと違うかあ、状態がちょっと違うけど、ほとんど一緒だね。両方ともプリントラネシールじゃなくて、これ被りましたね、初の。さあ、続きましては、ハリケーンだね。トゥル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 。ハリケーンジャーも流行ったんでしょう。ハリケーンジャーはまあ好きだったな。 あの、なんだっけあのー、ゴーライジャーの二人とのさ、バチバチ感と、ポップなさ、あのー、シュリケンジャーとかさ、いて、いいよね。あの、三戦隊なんだよね、一応。ハリケンジャー、ゴーライジャー、シュリケンジャーってなんか、三戦隊が、あの、本当は一緒に戦ってるんだよね。まとめてハリケンジャーみたいなもんだけど、ゴーオンジャーも確かゴーオンジャーとゴーオンウィングスる違うんだよね。 ゴーンジャーって最初3人なんだよ。赤、青、黄色で。そこに、ブラックとグリーンが、え、まあ、1話があるねほ、登場はしてるんだけど、変身するのが2話で、3人からの2、二人追加されて、からの、ゴーンウィングスの2人なんだよね。ああ、なにこれ、メタリックのキラキラだ。ゴーカイレットー、ゴーカイレットー、みたいな感じですよね。なんだっけ、派手に行くぜ、だっけ。ゴーカイレットも癖がある、癖のあるキャラだよね。 ゴ、まあ、音レッドの癖あるけどさ、豪快レッドの変だよね。これで普通に変身できんじゃん。ちッちッチ,ッチッ豪快チェンジ。チ,チってね。これはいいね。これだけあれば、もう文句ない。100円だったら今の1個でも100円でいいぐらいだわ。あ、来た、レッドレーサー。レッドレーサー私てか持ってんだよな、俺。当時、当時っていうか、割と豪快じゃが終わってすぐらいに買った気がする。てかね、YouTube もう始めてたから最近か。4年前ぐらいに買ったのかな、セカストで。 あ、カーレンジャーのマーク。カーレンジャーのマークこれだよね。そうそう。レッドレーサー。レッドレーサーってね、イケメンキャラじゃないんだけど、あの、敵のさ、女幹部となんか恋があるんだよね、いろいろと。あ、来た来た仮面ライダーの、もうレンジャーじゃないけど、レンジャーキーじゃないライダーキーになっちゃうけど。仮面ライダー、オーズだね。オーズの、タトば、本部かな。違うな。何だっけわかんない。すごい、言わないでおこう。まあ、あとりあえずこれはオーズらしいんだよね。 この前、ソフビあったけど、もう上げちゃったんだけど、ソフビはね。オーズだ。ライダーキーが出ました。ライダーキーも通常販売されてたのかなどうなんだろう。アバレット出ました。お人よしアバレットね。アバレンジャーってさ、爆竜でしかもアバレンなのにさ、もう、荒くれ者の集まりみたいな感じじゃないですか。爆竜戦隊アバレンジャーなんて。なのに、 二人がお人よしで、三人がクールなんだよね、キャラクターとしては。五人いるんだよ。アバレットとアバレブラックがお人よしで、アバレイエロー、アバレブルー、アバレキラーがクールキャラだから、な、誰一人なんか熱血キャラすらあんまいないんだよね。らあ、あれ、荒くれ者の集まりではないんだよ、ね、アバレンジャーで。全然。変身してここの辺の顔がさ、ガーみたいになったりするけど。そう。アバレンジャーって全然、暴れないっていうか、こんな暴れないよね、アバレンジャーはね。 名前のだけだよね。そして、こちら。デカレット。さっきのと一緒かなそして、あこれちょっと、見て。関節がゆるゆる。超ゆるゆる。これはひどいかなどうしよっかなこれは。これはでも一応撮っとこうかな。豪快レッドの、さっきとは違う通常バージョンっていうか、うん。の豪快レッドっぽいけど、多分めっちゃ遊ばれたんだろうな、この子は。ちょっと腕がゆるゆるなんで。これはちょっと右側に避けます。 あ、これが一番状態悪いかな。シールも剥がれちゃってるね。これはちょっと、名前が出てこない。マスクマンじゃない。マスクマンじゃないな。えー、っと。もう、チェンジマンとか、あれんは分かんないんだよな、まだ。うん、バイオマンがやっとわかるぐらいで。これはなんだろう。ちょっと書いてないけどわかんない。まあ、あの、あれがあればね。持ってくればよかった。普通に持ってんだけどね。今ね、トイプラとかで全然100円で買えちゃうからさ。うん。あ、3体あ、3体も違った、これは。 豪音シルバーかと思ったら冒険シルバーだね。冒険シルバーかっこいいから好きだな。でもちょっとこれテープが、テープっていうかシールが剥がれ気味だけど、これはなんとか修正できるな。これはギリ。これは取っとく側だな。さっきのこれ修正できるかな。これは厳しいね。まあ、もう一個あったし。いいや。あ、ガオホワイトだ。これ状態いい。ガオホワイト可愛いよね。知ってる知ってる。ちょっと若いんだよね、ガオレンジャーの中でね。なんかあの、戦隊でもさ、 まあ、最初の5人が全員同級生っていうメガレンジャーみたいな戦隊もあれば、ガオレンとか他の戦隊とかみたいに、だから年齢がね結構、あ、恐竜ジャーとかもそうだけどさ、年齢に開きがあるね、戦隊もいるよね。恐竜ジャーはおじさんもいるのに、高校生もいるからね。恐竜ジャーが多分一番年齢離れてんじゃないかな。あ、わかんない。あ、でも子供がいるか、キュウレンジャーの。キュウレンジャーが一番離れてる。ごめん。キュウレンジャーだって、子供いるじゃん、コタロー。 ホタロウがいるのに、あのー、誰だろう一番年上。バランスかなバランスが千何歳とか言ってたから、<laughs> そ、こは明らかに。でも、あそこはもうね、めちゃくちゃだからね。あー、これも状態悪い。これサンバル感か。これ直せる、直すて貼ったとしても、貼ればなんとか生き返るな、これはギリ。あの接着剤でうまくやります。これは、取ってきます。いかしで。 うわ、なんだこれ。あ、また仮面ラ,ライダーだね。オーズ。の、オーズがこの時やってたんかな豪快た時に。ね。ライダーとか、あとメタルヒーローとかのレンジャーキー出ましたよね。レンジャーキーっていうのかなまあ、キー出ましたよね。さあ、あと2個になりました。うわ、あと2個両方とも全然語れない戦隊だった。やべえ。まあ、これは、ね、見たことあるんだけど、真剣じゃねえ。そうこれ顔の状態が悪いし。 真剣のネットだし、これは吐きます。マジレンジャーね、マジレンジャーまだ見えてないんだよな、ちゃんと。ちゃんと見たい。豪華以上でも割と序盤で登場しましたよね、マジレッドが。本人がね。マジマジ、マジ色っていう、全然まだわかんないんだけどね。よし。はい、以上です。ご、ね、めちょっとわかんなかったのもあったけど、比較的、うん、YouTube 始めた頃に比べたらだいぶ覚えたかなと思いますね。 僕の昔の動画見るとね、激レンジャーのあのロボのことを10レンジャーのロボとか普通に売ってましたからね。今思えばね、ありえないっていうかまあ、もう僕10レンジャーも激レンジャーも見たんだけど、あ、10レンジャー、ラストのね、2巻だけ見れてないんだよ。DVD がね、レンタルショップなかった。で、まだ入荷しない。田舎だからダメだよね。<laughs> まあ、注文しらくるんだけどね。ということで、まあ、この5個に関してはちょっと、 状態が悪いっていうか、もう直しようもないっていう感じかな。これはちょっと手のブラブラは治るのかななんかドライバーで分解できそうだな、これ。5カレット。これ手のブラブラ。そう、5カレットずつ直すね。あとはまあ、これも塗装がもう剥げてるっていうよりも、もうプリントが取れてるから、これはちょっと厳しいかなと思いますね。顔だしね。これはもうシールがないでしょこれは頭がない。これメガレットじゃねえのメガレットじゃないかなこれもうさすがにここからはね、復活できそうだな。 まあ、ゴーンシルバー好きだし、復活をしよう。うん。この3体だけちょっとダメだったジャンクだけど、あとはまあまあ、他は遊べるかな。今回一番ね、あの、状態が良かったのは、やっぱ仮面ラ,ライダー系状態良かったな。これとか状態すげえ良い,いじゃん、この2つ。状態良かったし、あとこれね。豪快レッドのキラキラ。これとかすごい良かった。あと個人的に嬉しかったのは、まあ、この辺からゴーンジャー系ですごい状態良かったから、ゴーンシルバーとか。 あと、アカレットね。アカレットってさ、キーあったんだね。アカレットになれんのアカレットになれないでしょアカレットになれたっけちょっと全然覚えてないわ。アカレットになったかなわかんないけど。まあね、別に、慣れるか慣れないかの問題じゃないからね。だって、ウルトラマンジードルもさ、ペガカプセルってあるじゃん。あれ、ペガをさ、別にフュージョンライズだっけフュージョンライズであってたら、っごめん、間違えたらごめん。ペガをさ、あの、ね、使うことはないけど、 カプセルはあったじゃん。あ、今度ペガソフビ出ますね、やっと。あのー、中野ブロードウェイにね、あのー、え、なだっけマーミットだっけどっか、あの、インディーズ装備メーカーが作ったペガがあったんだけど、6000円しましたね。まあ、欲しかったけど、買ってもよかったんだけど、多分低価だと思うから。でもね、まあ、今度バンダイからちゃんと出るんで、それでいいかなって。一回ね、ペガが出ないから自分で作ったんだよね、あの、フィギュア。紙粘土で。石子粘土だっけな。うん。 でも出ちゃうっていうね。はい。<laughs> 今度出るんかいっていうね。嬉しいけどね。買うけどね、絶対。ペガとさ、あとあの、グ、なんだっけ、うんあのー、ハッピーの誰だっけあの、名前なんていう名前なんだっけな、ウルトラマン。なんだっけあの、オレンジのね。あのー、妹が変身するやつ。ルーブの。あれへんもそういう日買おうかなと思ってます。はい。でもさ、100円でこんだけあれば十分温泉遊びとか楽しめるし、 そもそもこんだけあればさ、もうコレクションとして成立するよね。ああ、僕、ご、ご、あのー、ゴーカージャーのレンジャー機コレクションしてまーすって言って、こんだけ見せればさ、ああ、結構持ってるねってなるよね。だから100円でこんだけ揃えればいいかなと思います。うん。嬉しいな。十分、十分、遊べる。何体いたんだろう。ま、あ、この3つは抜かそう。じゃあ、使えなかったやつっていうか、もう明らかにボロいやつはね。えー、下からいくか。に、し、ろう、や、と、 にしろやとにしろや28かんにしろや 10! にしろや 20! にしろ二 28! こうあった。100円でよかった。いや、これで、ね、今度はね、じゃあまた、また別の機会にね、あの、豪唱者の変身アイテムとか、まだね、豪快シルバーの変身アイテムは持ってないんだよね。 なかなかパーツ揃ってるのがなくて、中のね、パーツがね、スライドするパーツがどれもないんだよね、安いのは。うん。あるのは高い。みたいな感じ。なので、まあ、いずれ買うんだけど、まあ、豪快じゃんね、編集アイテムは持ってるんで。それで、なんとか、今度音声遊びをしたいと思います。はい。ということで、皆さんも、ホビふフ行ってみてください。ということで、この動画良かったな、とか、楽しかったな、と思った方は、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。チャンネル登録やコメントもお待ちしておりますし、 説明欄にいろいろ Amazon リンクとか貼っておきますのでよかったらご覧くださいではまたバイバイ